中国の6つの都市の警察は7月28日、いわゆる精神日本人分子9人を拘束したと報じました。そのうち22歳の女性は豚を描いた漫画シリーズを発表して中国を侮辱したとして拘留・逮捕されました。これについて中国の言論弾圧がさらに進んだとの見方があります。中国メディアのザ・ペーパーは 遼寧省大連市、安徽省淮南市、湖北省武漢市、湖北省偽省市、安徽省縮省県、高祖省南京市の警察が7月28日に合計9人の精神日本人分子を拘束したことを報じました。彼らは中国侮辱漫画を描いた国民の情報を盗んだ反中国の精神日本人グループに サービスを提供したなどの罪に問われています。暗記賞ナ南市の警察が拘束した22歳の漫画家、蝶東寧さんは、日本の漫画が好きで、彼女が創作した豚の頭に人の体シリーズが警察から中国人のイメージを侮辱し、中国の歴史を歪曲し、世間で話題となっているニュースを曲解したと指摘されたと報じられています。 警察はさらに、張さんが創作した300余りの漫画が日本にいるロさんという男性に提供され、この男性がインターネットで発表したことも指摘しています。張東寧さんに対しては、すでに逮捕の許可が降りています。中国の非政府組織の元活動家、楊先生さんは、中国当局は現代中国社会の醜悪な現象や政府の安部を暴くものについてはすべて、 中国を貶める行為とみなしていると指摘します。那些猪头人身的系列漫画，它映射的都是中国政府敏感的问题，比如说老兵乞讨啊、食品药品安全啊、渔民的洗脑的抗日剧等等。漫画的内容让当局很不舒服。如果它内容为谄媚政府、粉饰太平的，则可能会被树立一个正面的典型，有类似于周小平那样的待遇。 同時に、遼寧省大連市の警察は、精神日本人分子のロという人物を、国外のインターネットで、超東寧さんの別の漫画、立花豚》を発表し、いわゆる反中国と国のイメージを損なう精神日本人的言論を継続的に発表したことを理由に、刑事交流したと発表しました。これらのことから、ロさんは、 国外から帰国した時に警察から刑事交流されたことが伺えます。精神日本人分子として拘束されたとして、湖北省武漢市の長さん、湖北省儀省市の李さん、江蘇省南京市の大さん、安記省縮省圏の楊さんの4人の名前も挙がっています。いわゆる精神日本人分子とは中国で日本に親しみを覚える中国人に対する呼称で、 精神面では日本人を意味しています。一般的に精神日本人分子は日本の社会、経済、文化などに親しみを感じています。インターネットの自由ウォッチャーの小賀さんは、いわゆる精神日本人は聡明な中国人のグループであり、彼らは中国社会と日本社会に対し、かなり踏み込んで系統的な分析を行った結果、 日本の社会のさまざまな分野は全て中国の社会よりも優れていると認識していると考えています。这个最终的结论呢，实际上是否定了中国共产党几十年来统治中国大陆最终的这个成果是落后的，是不人道的。所以呢，今日的这个根源呢，对于中共来说，它是反共的。这就是说为什么中共要抓捕今日分子。 警察は、ロサンが国外で橘豚シリーズの漫画を発表したことが中国の刑法に触れたために、ロサンが中国に帰国した際に刑事交流を行ったと発表しています。一方、小賀さんは、これは深刻な誤りだと考えています。中国の法律は中国国内だけで有効であり、国外で適用することはできないためです。よって、中国国民が、 国外でいわゆる中国の法律に定着したとの立つは成立しません。中共政府呢，对于中国的公民在海外的行为，实施一些法律的管辖权，实际上这是非法的，是无效的，是不符合国际法的。因为中国的公民在海外的言行呢，他受当地法律的管辖，而不受。 ヨ先生さんは、中国当局は海外の SNS で発表された情報を削除することはできないため、こうした刑罰を適用して、中国国民の海外での言動を国の刑罰条例に厳格に当てはめていると指摘しています。 对在海外的大部分中国公民来说，即使身在自由世界，仍然会因为恐惧而自我言行审查。对于中国政府来说，这样的规定在一定程度上，它弥补了海外言论审查的不能，它实现了国内外言论控制的目的。先生さんは大阪で開催された G20 サミットで日中関係が改善したが、中国当局は民間人の間で。 政府部門を通さずに日本を称賛することは望んでおらず、さらに中国当局を貶める機会にはさせないと語っています。NTD ジャパンがお伝えしました。